ますか。はい、はい、次がこれですね、レーティングが緩かった。なるほど。まあレーティングっていつからできてたんでしょうねっていう感じはありますもんね。あの、うん、レーティングね、レーティング、あの、うん、そうですね、ちょっとあの、まあ、うろ覚えでしかないんですけど、はい、90年代くらいからちゃんとできたのかな。私も中学生の時にレーティングある映画を見に行った記憶があるので、なんか多分エヴァンゲリオンかなんかだと思うんですけど、劇場版が13歳以上とかの R13 みたいな、あ、今はなき、そう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 、今はなき13指定、そう13指定があって、でそれちょうど中学生になったから見に行けたっていうのがあったので、うん、その時にはかなもう絶対あった感じがしますけど、うん、そうですね、あのそれ以前のレーティングは2種類だけなんですね。はい、はい、まあ、ポルノ映画とかに適用される18歳以上のものと、はいはい、それ以外で、それ以外の幅がやたら広かったんです。全年齢、うん、あのそうですね、結構ですね、まあ、明らかなポルノ映画、まあ、あの、はい、もちろんあの大人向け映画に指定されるんですけども、はいね、結構あの残酷映画、はい、それで80年あったんですけども、はい、グレートハンティングとかですね、カランバとかですね、食人族的なそういうやつは、そういうやつですね、そうですね、うん、食人族もですね、あれも確かね、子供が見れたと思う。待って待って待って、もう絶対見せちゃいけないタイトルじゃないですか。食人族 OK なんですか。あのね、昭和なんだろうね、レーティングで割とね、結構ね、エロス的なものには割ときつかったけど、残酷描写に関しては結構緩かったですね。なるほど。まあでも、うん、言ったら、まあ食人族が OK か13日の金曜日が OK かみたいなことですもんね。13日の金曜日も OK って言ったら、まあ、あれは大丈夫なやつですよね、あれも大丈夫ですよ、大丈夫なやつですもんね、大丈夫じゃないあれ今の感覚だったら、あれはもうちょっともう PG15 とか、そうですよ、ね、多分15指定はつくと思うんで、うん、それがね、そんなだからね、もう見れたんですよ、そういう風な普通に、うん、まあ やっぱりこう残酷ドキュメンタリーっていうんですか、はい、残酷さを売りにしたようなドキュメンタリーが、ドキュメンタリーですよね、しかも一応ドキュメンタリー、ドキュメンタリーの方がやばいですよね、うん、作り物よりも絶対、うんうん、そうなんですね、うん、ドキュメンタリーですよ。まあでもドキュメンタリーと言いつつも、なんかかなり結構なんていうか、こう作り込みがあったんじゃないかというのが、ちょっとまた近年になって言われてきてるんですけど、はい、それはまたそれはそれでね、はい、ちょっとまたもう別の問題が出てくる、まあね、まあそうですね、うん、違う問題ですね、うん、そう、グレートハーティング、ライオンに人が食われるっていうのが当時すごい話題になったんですけども、はい、うん、どうも本当に食われたのかなっていう、なんかライオンとなんかこううまい具合になんかこうね、うん、人間と仲がいいライオンをなんかこう使って取ったみたいな、あ、その話もね、わしゃ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 ーみたいな、うん、そういう感じですか、うん、そういう話もですね聞きますしですね、はい、あのちょっとまあこれ俺よく知ってるよっていう方はちょっとコメントとかくれたら、ね、コメントください、うん、ぜひ、ね、レーティング、レーティング今や考えられないですね、うん、もう今ね、あの現役で映画館スタッフをやっておりますので、はい、よくわかりますが、うるさい、いやすごいですよね、うん、だって方々からそのね文句が来ちゃうじゃない、うん、だもう 今だと4種類そんなにあるの、今あの全年齢対象の G っていう表記、G、で次があのペアレントガイダンスって PG12、 あのお母さん見てもいい、12歳以下も見てもいいけ ど、 いいけど、あのご両親ちゃんと説明してあげてくださいねっていうそれであと、まあ、R15 レーティング 15、まあ、15歳以下ダメだよっていうものと、あとは、まあ、おなじみ R18っていうものの、まあ、4つ。R15 ってどういうものがあるじゃん。15だと、大体ホラーものとかが多かったりとか、あと若干やっぱ残酷描写で生々しいものだと15がつきやすかったりはするんで、この間あれ、あの最近公開した「IT」あったじゃないですか、はい、僕はあれコメディ映画だと思ってるんですけど、あれコメディ、あれ15指定です。ほっと中学生見れなくて何人も追い返すっていう。嘘。じゃあ一応ちゃんと学生証とか見せてもらわなきゃいけないタイプの。15と18はもう年齢確認必須なんで、なんでね、皆さんもぜひ。子供が主人公なんだから見せてあげればいいよね。結構窓口のチェックっていうのは割と厳しくやってるんですか。厳しくやるように指示されますね、やっぱり、うんうん、見せてしまうと
1人 OK するとやっぱり特に学生って学校で見れた見れないっていうのが分かっちゃうからそこは厳しくこの間見せてもらえたんですけどそう言われちゃうといけないので大変です、やっぱ劇場様です。僕もあの映画館たまたま前通りがかった時に、はい、その野口の受付の方が微妙な年齢の子が来てたんですよ、うん、中学生かなどうかなっていう子がそれ結構厳しめになんかこうチェックしてるんですよ。おいくつですかとか言って、うん、でもなんか答えたんだけど、うん、でもなんかで怪しいと思ったのか、えとはいくつですか。そうそうそう、うん、あの結構ありますね、うん、やっぱりその西暦で言ってくださいとか、うん、そういうのでチェックはしてますね、うん、一番はやっぱりあの年齢証明、まあ、学生証でも何でもいいんで持ってくのが一番。うん、グループで行ってね一人だけ見れないとかありますからグループでね一人だけ若いとかもありますよね。あれあれ見た目がね、あるある。今は特に高校生とかになるとね、うん、女の子特になんですけどメイクするからわからない、わからないわからない。もうそんな感じで映画館もレーティング大変ですね。今厳しい。その当時は良かったな。当時は、うん、ちょっと随分雑でしたね、当時はですね。まあでも、まあ、自分で取捨選択ができるっていう意味では、うん、いい時代だったのかもしれないですね。うん、じゃあ、次行きましょう。はい。はい、あ、まあ、いい時代と言いたいところです ね、 ね。映画館に入れ替えがない。いや、それはよく聞きます、うん。そうなんです。なかったんですね。そう、今はもう入れ替えがあるのが当たり前で、もう指定席ですしね。そうなんです。でこれ何が起きるかっていうのですね、たまにあの、まあ、やっぱりこう人気映画、はい、うん、まあ、あの例えばアイドル映画とかアニメとか、はい、割と熱心なファンが集まるような映画とかだと、うん、もうとりあえずもう劇場側がもう入れるだけ入れちゃえということで場内がキツキツになるんですよ。それでもう映画館の中が満員電車みたいな状態になるんですね。で立ち見はもちろんのこと、はい、通路にまで人がやってきて、で通路だから座れるわっていうことで通路に座るんですよ。通路に座ってる人は私見たことあります、うん、あ、そう、ありますね。なんか何の時だったかな、うん、ディズニー映画だったのか何の時だったか覚えてないですけど、うん、多分アニメ系の多分映画だったと思いますね、それ場内混んでたんですか。場内混んでたんだと思います、横なんでしょう、うん、見て当時入れ替えなしって、うん、なしだったから、あ、なしの時まだ あの見れてた、うん、うん、もう今やったらね、すぐ出されるから、ね、そう、うん、そうですね。で困るのが僕そういう状況遭遇して、あの今度はね映画見終わっても出れない、人が多すぎて、ああ、あ、混雑しててすいませんとかできるスペースがない、もうそれすらもなくなってしまう。一回で通路に出てで一旦立つでしょ、はい、したらもう全部ね人が埋まってるんで、通路が人で、うん、それでで進めない前に、うん、でそのうちどうしようって、僕中学生のまだ子供だったんですけども、はい、友達と一緒で、でどうしようって進めなくて、そのうちに映画が始まってしまうわけですよ。どうするんですか、見るんですか。結構ね、うん、柄の丸いお兄ちゃんがやっぱりいるわけですよ、昭和ですから。はい、うん、見えねえよっていう罵声が飛んでくるわけですよ。怖いわけですよ。出れねえよって罵声を飛ばしましょう。いやまあね、怖いお兄ちゃんですもんね。そう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 、返せないですね。まあ結局ですね、もう必死になっても無理やり出ようって、ね、はい、無理やり人の、はい、座ってる人の間に足をこうやって差し込んでいって無理やり出ました。足を差し込んで、もうそうです、足差し込むって感じですね。いやでも恐ろしい。そうね、僕の年代になると多分入れ替えもほぼほぼなかった、あの入れ替えなしっていう劇場がないから指定席になってて、うん、ただ僕はもうど田舎だったんで、うんうん、まだ入れ替えなしだった気もしますけど、うん、小学校低学年ぐらいまで。今はねもう名画座さんまでもうそうですもんね、うん、自由席であっても、うん、やっぱり入れ替えがあってっていう感じですもんね。全部チケットに書いてあって、うん、まあちょっとねやっぱ上の方の世代になると、うん、むしろ入れ替えがなかったのが、うんうん、普通、普通だからね、うん、まあ確かに劇場いまだにいますよ、やっぱり映画館いらっしゃる、いらっしゃいます、うん、あのご年配の方々で、あのまだその昭和を引きずって生きていらっしゃる方が、うん、そう、あのあまりこう映画館に来ない層の方々が久しぶりになんか見に来て、もうあのなんだろう、次のちょっと遅れて
あの今予告があって本編入るじゃないですか。本編の頭10分ぐらい遅れて入って、本編頭見てから帰ろうみたいな、そう、あの次の回の本編の頭だけ見させて帰るわって言われるから、清掃入った時にあのお客さん待つって説明をしなきゃいけないっていうのはごく稀ですけど、へー、うん、あるんだ。今ほぼほぼなくなりましたけど、うん、本当にごく少数の確率で当たる場合が大変だうん、そうですね、うん、やっぱ、まあ、昔はねやっぱり1日いようと思ったら1日いることもできましたからね。うそうですね、うん、すごいいい時代ですね、うん、まあ、いい時代、うん、いい時代っていうのか、まあ、なんていうのかこう、まあね、ゆるい平和な時代、平和な時代我々からすれば映画好きの我々からすれば、ね、でもだって1本分でずっと見てられるし、だって前はね、うん、あのその当時やっぱ昭和っていうと、うん、チケット代も安かったでしょうしっていうのはあるんですけど、そうですね、うん、僕覚えてる限りではあの僕が子どもの頃がだいたい小学生500、子ども500円とか大人800円とか、うん、そうですよね、っていう、うん、でもなんか割とどん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 上がってったっていう気もしますね、うんうんうん、なんか大人1000円ぐらいだったイメージでした、うんうん、それでね入れ替えなしとか言われたらもうずっと一日中いるよねっていう話じゃないですか。いまだに一日中いるけどね、いるけどね、うん、いるけどね、まだまだちょっと昭和に夢を持ってるなという、そうですね、まだ打ち砕いてくださる、はい、どうぞ、いやまだまだお願いします、ドン、はい、というわけで、独特な日本立てこれはどういうことですか。なんかね日本立てっていうかねですね、うん、例えば日本立ても本来あの 映画の制作側のプログラムとしては本来の日本立てっていうのがあるじゃないですか、はいはい、あります、ね、まあ、有名なところでいうと日本の例えば勝手の男は辛いよと、釣りバカ日誌の日本立てとか、はい、そうですね、ありましたありました、はい、そういうふうな日本立てではなくてですね、まあ、ちょっと地方もう東京以外、はい、東京以外のところでは本来1本でロードショー上映するものを2本一緒に流すということがかなり頻繁に行われていたんですね、独特なってことはもう、うん、例えばその、うん、あの元会社が一緒で なんか言うなれば、うん、アナ雪とリメンバーミーの2本立てとかそういうことではないですよね。そういうことではないんです、ね、全然ない、全然関係ない、本来は1本の映画として上映されるべきものですね、はい、まあ、ちょっと地方とかで行くとですね、はいはい、まあ、こう2本立てでこう、まあ、でも考えようによってはですね、はい、あのまあ、2本見れてお得じゃないかと、そうですね、うん、はい、いうところもあるんですけども、はい、でも映画のテイストは違うんですね。なんでこれとこれが一緒に、そうがちょっとよくわからないみたいなことになりますよね。そういうのがあるんですね。例えばですね、例えば、うん、私見たのですと、はい、あのまあ、幻魔大戦とバンデット Q っていう、はい、幻魔大戦ってどういう映画でしたっけ。幻魔大戦アニメ映画なんですけど、ですね、バンデット Q は、バンデット Q はあのテリー・ギリアム、そうですよね、テリー・ギリアムですよね、うん、まあ、テリー・ギリアム、まあ、いろんなものを作るからアニメでもいいのかなみたいなことなんでしょうか。いやもう多分そこまで考えてない、そこまで考えてない、うん、そうですね、オタクな監督だからオタクのものと一緒にやっとこうみたいな、そういうことだよね、あんまり考えてなかったんじゃないかと思うんですよね。たまたま公開時期が一緒だったからっていう、うん、私なんで昭和のフォローすげえしてる感じがする。そうですね、で、はい、友達と見に行ったんですけども、はい、でもなんかこうバンデット級意外と面白くてですね、はい、友達とみんなでちょっと喜びました。あ、はい、それは良かったですね。逆にあの現場対戦が、現場大戦メインに行ったんですよ、はい、現場大戦見たくて、はい、はい、むしろバンデット級の方が面白かったねと、はい、いうのがありましたね。あともうちょっと意外な問い合わせというのはですね、はい、インディ・ジョーンズ魔球の伝説、はい、あとはスタートレック3ミスター・スポックを探せ、これが2本立てでやったんです。アクションと SF、うん、インドに行くのと宇宙に行くの見てるのかな。そう、あのミスター・スポックを探せは多分3作目とかでスタートレック長編映画としては、あ、スタートレックのシリーズとして、ね、シリーズとして3作目なんですけど、そのみんな日本人が大好きなミスター・スポックは、うん、カーンの逆襲で亡くなって宇宙に流されてみんなしくしく泣いて、3はもうその昇進の科学船長がスポックいなくなってってなってるところから始まるんですよ、はいはい、でそのスポック実は生きてるってなって、うん、で探すっていう映画なんですけど、うん、ポッてインディー見に行ってね、うん、
スポーク知らねえけどみたいな人はどこから入ってきばいいですかね。まあでも見に行った僕はまさにその状態でした、ね。はい、ですよね。インディ・ジョーンズ目当てで行ったんですね。はいはい、さあ、スター・トレック3も始まると、うん、いうことなんですよ。うん、いやどういう気持ちで見ればいいのか分かんないですね。そうね、切り替えがすごい。うん、いや、まあ、そうですね、うん。あと、ちなみにこれですね、ちょっとこの動画ご覧の40代以上の方は、ね、はい、ちょっと、いや、俺の体験とは違うよっていう方がいるかもしれないんですけども、はい、これどうも地方によってプログラムが違ったみたいですもん、はい、あ、これ必ずってわけじゃないです、まあ、うん、映画館の好み、劇場さんの好み、まあ、地域とかによって差があるみたいですので、多分僕は千葉だったんで、はい、千葉の話をしてるんですけども、多分別のところお住まいだった方は、いや、俺のとこは違う日本立てだったよっていうのがあるかもしれない。映画館さんとかがその地域の自分とこのそのニーズを、うんうん、呼んで、まあよかろうもんって言ってドッキングしたみたいなことですかね。のどうもそうらしいですね。面白いですね。で、はい、ちょっともっとテイストの違う映画の問い合わせもありましてですね、はい、スタンドバイミーと、はい、スタンドバイミー、ノーマーシー非常の愛っていうのを日本立てで見ました。はい、でスタンドバイビーはもう少年たちの物語ですね、はい、でノーマーシー非常の愛はリチャード・ギアとキム・ベイシンガーが出てる、ちょっと刑事とね、まあ、情婦の女のちょっとハードなハードなこう大人のね、うん、何を見に行けばよかったんでしょうね。それは何をこうきね、うん、目当てに行けば正解だったんでしょうか、その会話、そうね、もう無理やりフォローするんであれば、家族で行って子供にスタンドバイミー見終わった後劇場から出して、あとは大人が楽しむ。一緒には見れないね、やっぱり。なんかね、それを見に行ったらやっぱ映画館の中いっぱい人いたんですけども、はい、まあ、確かにスタンドバイミーだからっていうことで、はい、なんかこう子供連れとか、あ、家族で来てるのかなみたいなのが言いましてですね。でもそれ終わった後ノーマーシー非常の愛が始まるわけですよ。ノーマーシー非常の愛は別にそんなにエッチなシーンとかないんで、はい、エッチなシーンとかなかったんで、まあ、そんなに気まずくなるってことはない、はい、でも言うても子供向けではないですから、ね、やっぱり、うんうん、何かこう微妙な空気が漂っていた感もあります。ちょっと何て話していいか分かんないですよね、うん、親ともね、うん、でもなんだろうね、でも近くにいたなんかこう子供連れのお母さんが、はい、なんかこっちの方が面白いわって身を乗り出して見てるっていうのもなんかありました。うん、子供そっちのけ、うん、まあレーティングとかねないんだったら、まあそういうことになっちゃう、まあ、そういうのがないからできたっていうのもあると思う、ね、いやすごいな、すごいですね。もうそんな風にですね、もうどうですか。もう、まあ、こんな風に昭和っていろいろね、めちゃくちゃですね、めちゃくちゃですね、はい、でもなんか、うん、おおらか、おおらかな時代なのかなっていう、うん、そのまあ独特な日本だでも言ってしまえば、全然違うものをね見せてもらって、そこにはまれたら最高なわけですし、とか、フォローですけど。そうね、でも俺なんだろう、日本だ独特な日本立てを作ってみたいと思う。作ってみたいね。誰がこう誰得みたいな、ね、やってみたいですね。あ、なるほど、うん、そうですね。まあ本当に動画ご覧の皆さんもですね、はい、俺こんな日本立てみたいなってコメントでぜひぜひコメントをいただけたら、ぜひいただきたいですね、やりたいですね、面白いですね。それで見ます私、はい、うちでレンタル借りてきて、いやどうでしたかっていう、ね、そうですね、その2本立て あるんだみたいな新しい発見がしたいです ね、でもまあでも本当おおらかないい時代だったんじゃなかろうかと思いますけどね。なるほど、やっぱりまだ、うん、そういう思いやばい。まあこれからもしかしたら続くかもしれません、うん、私がフォローしていく限りディレクターが夢をバッキリ折ろうとしてくる可能性がありますね。そうですね、やっぱりちょっとまだまだちょっといろいろこのエピソードはあるんですよ。例えばもうビデオ編とかね、ビデオ編とかもありますし、もうそもそもレンタルビデオなんて、そんなになかったみたいな、はい、うん、
もしくはあのレンタルビデオ店がもう日本に1か所か2か所ぐらいしかなくて、うん、通販で借りるしかなかったと、うんね、すごい高い時代とかもね、うん、1本借りるのになんかこう今のレンタカー借りるくらいのお金がかかる、聞いたことあります。そういうのもちょっとまた、ね、また機会があれば改めて特別 第2回みたいな、昭和に夢を持つだ第2回みたいなの で、ね、また皆さんとお会いできたらいいな、はい、もうちょっとその時代のチラシというかね、ですね、広告とかもですね、チラシとか残ってますから。やった、見たい。見たいですね。見たいですね。じゃあまた、あの夢をバッキリ追っていただきたいなと思います。なるほど、はい。そうですね、ちょっとまだ今日は効き目が薄かったみたいな。じゃあ、あの、ね、頑張ってフォローしようとしてしまった感じがありますね。うん、そうね。なんだろう、多分、今こう、ガチガチに、こう、制限されてるというか、う言ってしまえばそうの中で見てるから、多分これ開けてる、そう、苦しい私たちからすれば開けてるの素敵っていう憧れですよね。うん、なるほど、はい、多分当時多分自分としてこうなんだろう体験してると、はい、多分いやいやいやってなるのかもしれないですけど、そうですね、そういう討論会もできたら面白いかもしれないですね。じゃあそろそろですね、はい、あのまた、はい、監督にはですね、あの次回以降どこかの、はい、ね、ところで私たちの昭和への夢を打ち砕いていただきたいと思います。そうですね、はい、またちょっと次回改めて、はいはい、やりたいなと思います。はい、よろしくお願いします。ぜひもう視聴者の皆さんもね、あのここに打ち砕いてやるぞっていう、こういうネタがあるぞっていうのはコメントでいただければと思います。あの反映されてると思います、はい、それで僕らのね、はい、夢がどうなるか。それではまた次回ご覧ください。はい、それでは行きましょう。せーの、シネガチャ。またね。